はい、ハンマ家の本家のハンマ岩先生です。ですね、サンディプリンターとかですね、サンディプリンターのソフトですね、CAD のソフト、サンディ用の CAD のソフトですかね、いろいろリースみたいに毎月お金を払って使うソフトとかですね、フリーで全くお金がかかんないソフトとかいろいろあるようですね。で、いろんなものをちょっと今ダウンロードしてるんだけども、なんか30日しか使えないとか無料でもね、そういうのもたくさんあるんでめんどくさいですね。月7000円とかね、1年間だと、いくらいくらとかね、3年間でとかですね、あと無制限で14万とかね、いろいろね、サンディソフトとか、いろんなソフトとか販売物ですね、サンディプリンターとか。で、サンディプリンターにもいろいろありますね。どれがいいか難しいなというようなことがね、いろいろ作られてるし、やっぱり一番世界的によく出てるのは、私3番目のを買いましたけれどね、30センチ、30センチの40センチぐらい大きいの使える、印刷ができるやつですね、買って、来月の11日頃、11月の1日か、頃には届くということで、Amazon さんの方で買わせてもらいましたけども、あれですね、製品でいいものとかね、CAD のソフトとかないと商売がしづらいとかね、いろいろあるわけですよね。で、売らないと会社が首絞められたりするんでね、売らないといけなかったりとか、いいソフトですね。これね、あれですね、周りに提供しないと結構うるさいですね。人間たちの場合は対応できないんじゃないかな。私と違ってね、上の生物と違ってね。私の場合、だから、稼げるね、FX とかバイナルオプションのインジケーターとか持ってるわけですよね。ね、人間たちが持ってたら全部取られちゃいますね。力が弱いんで。人間全員がかかってきて対応できないといけないわけですけども、人間全員だけじゃないからね、人間って悪い強い宇宙生物と一緒に仲間になって動くから、引き出してね。だから人間ではそういう財産は守ることできないですね。で、どうするんですかね。家とか建てたって周りに任せるしかないですかね、豪邸だったってね、人間の場合。ね、守れないですね、全然。守れる人間って誰もいませんね。会社でも守れないでしょ？大規模な団体でもね。周りに取られちゃいますでしょ？これはもう自由にしとかないといけなくなっちゃうわけですよね。取られたら取られたでしょうがないでしょ？っていうことですよね、人間の場合はね。私一人で、上の生物だから、能力生物だからね、大丈夫ですけれども、ただあんまりセキュリティの方ちゃんとしてなければ取られちゃいますよね、やっぱね。うまく取られないように、ね、保護かけとかないと財産取られちゃいますけど、人間の場合は何だって取られちゃうね。弱すぎちゃってね。で、めちゃめちゃに盗むから、人間ってただの強肉食生物ですからね。盗むのが仕事ですから。ね。猛獣と同じで、ただ道具使ってんのは盗みだから力が強いですからね。どうすんのかね。結構大変ですね。で、なんか僕が財産作っても、
取られても使えないようなプロテクトがかかってるんでね。だからぶっ壊すことはできるけど盗むことはできないですからね。あのハイテクだと何でもあのすごい立派あの装置でも機械でもね、あの生物的に動くからね、あの主人じゃないと動かせない、動きませんからね、あのコンピューターロボットとかね、ご主人しかあの動きませんから盗んだってね、改造なんかもできないし複雑でね。だからそういうようなことなんでね、あのまあ人間に話したって700年後にしか分からなかったりするんで話してもしょうがないんだけどね、人間を動かす上の生物に話すと人間動くんですよね、操作するんでね。だから全部そうですね、人間と話したって全然意味ねえんだもんね、無能なんだよ全然。ほんと全然無能、本当に。ただ自分のことで困ったり動かしてね、例えばね、例えばどこか行くときに道が壊れちゃったとか緊急で行かないといけないって時にね、人に頼んでね、ね動かす、例えば車乗せてもらうとかいうのはね、人間自身には動かないんですよ。だからその強制的に動かすような感じでね、緊急の時はね。だから非常にね、まあお金は払ったりするけどちゃんとね、一般的にね、流れの例えばタクシーだったらタクシーをねお金払うんだけど、ね、ただ単にはね拒否するんですよ、お金払ったってね人間は。